今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。ブロンズのウジ虫が、無駄なことはやめるがいい。ファイト。見ろ、神の力ともに力まで蘇ったようだ。さあ抜けウジ虫だ。限りなく神に近づいたもの、所詮はこれは認める。神である俺が何をするのか。そこを抜け、タラドス。俺はアテナのクロスを届けなければいけないんだ。調子に乗るな。お前が行けるところはただ一つ、無限地獄と知っていよう。どうした。俺が神だということを、仮に貴様が神と同じくらいまで登ったとき、そこでようやく五感に会ったけど、どうした、大間違いというわけだ。なるほどな、分かったぜ。頼む、一瞬の気を緩めることなく、俺の最後の技、極限の力を。ペガサス流星拳、行くぜ。ゴッドクロスよ、コスモの方が少し上だったようだな。これが俺の実力だ。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。このヒュプノスと対等に戦えるつもりか。ファイト。どけ、深淵へ落ちろ。どかなきゃお前も倒して通るまでだ。私はお前を見くびりはしない。永遠の眠りについてもらうぞ、ペガサス。何があろうとも俺はアテナの元へたどり着いてみせる。教えておくが、このヒュプノス完了のタイミングとはわけが違うぞ。死は全てを無にするが、眠りは何者をも破壊しない。このヒュプノス、乱暴な死というものは好まぬのだが、ゴッドクロスをまとったお前は、たとえ眠りにつかせてもアテナの血によってよみがえる倒し気は進まぬが、とどめを刺させてもらうぞ。人間がこれほどの力を。知ろ、言ったはずだぜ、先を急ぐとな。ここで終わらせてやる。面白い、シュプロス。俺はお前を倒す、アテナを救い出す。俺の最後の技、ペガサス流星拳、行くぜ。ゴッドクロスよ、ペガサス水星拳、行け。クリアス、いいな。俺のコスモの方が少し上だったようだな。これが俺の実力だ。